マイアミオレンジボールはフロリダ州マイアミにあった球技場。1937年12月10日にこけら落とし。1995年まで毎年オレンジボールというボールゲームが開催されていた。なお、1999年も行われたが、現在はサンライフスタジアムで開催されている。また5度のスーパーボールが開催されていた。1986年まで NFL マイアミドルフィンズとマイアミ大学のカレッジフットボールの試合会場としても使用された。1996年のアトランタオリンピックではサッカーのグループステージの会場にも使用され、男子サッカー日本五輪代表がブラジル五輪代表に勝利した通称マイアミの奇跡の舞台にもなった。しかし、老朽化で2008年1月26日で閉鎖。 同年5月14日に解体された。跡地には、マーリンズパークが建てられ、2012年から、MLB マイアミ、マーリンズの本拠地として使用されている。ABCDEFGHIJK、オレンジボール、フットボール .balrks.com l p a R, K, S.。2011年10月17日閲覧。 http://news.google.com ス,スラッシュニュースペーパース、id=" ゆすいバッジ&、シット ="t" やはばっち&、ピコグラム ="3808 44、443393&dq=" オレンジボールプラス72880。 and hl="enhathttp="news.google.com" ス,ス,ュュス,ググスラッシュニュースペーパース、id="withabatch and", シット ="esphabatch and", ピコグラム ="2621", 3274453 DQ イコールオレンジボールプラス7万97ア HL イコール EN ハットインフォメーションプリーズアルマナックアトラスダンボールンポールアソシエーツ Google BooksGoogle Books2011 年10月17日閲覧ありがとうございます